います。5人の選手の競争です。一般戦競争第4レースが始まりました。重ねましてゲストの皆様に欠場選手のお知らせをいたします。4号艇で出場予定でした宮崎つぐみ選手が前日レース負傷悪化のためこの第4競争欠場となります。1番2番3番4番5番6番です。6レース今スタートしました。インコースからトップタイミングは1号艇渡辺、2コースからついていく2号艇の前田、先行艇は1号艇渡辺、一旦待って引いていく2号艇の前田、バックへ行きましょう。とっとっと、ここでくるくるとスピン、水しぶき、このスターター前提正常、アクシデントが発生です。お知らせいたします。4号艇の浜崎は転覆のため失格です。1番、2番、3番ダッシュは4番、5番、6番です。スタートしました。センター勢3号艇鈴木、4号艇柳沢、5号艇松山コースタート、1マーク、しかし1号艇金子が先制、3号艇鈴木マーク出す間から4号艇柳沢割ってくる、内をつく6号艇コレッサー、2号艇高倉、逃げる1号艇金子龍太、一定勝のリード、4号艇柳沢食らいつく、3番手6号艇コレサー、外から2号艇高倉、スタートは正常です。2マーク6号艇コレサー、潜り込んでくる1号艇金子、握った切り込んだのは4号艇柳沢になります。先頭争いですが1号艇金子がアウト、間6号艇コレサー、内側から4号艇柳沢、パンテの先頭争い、1番外1号艇金子が内側2杯抑え切った、かき回ってきます。切り込んでくる4号艇柳沢、間を狙う6号艇これさ、ちょっと振り込んだ1号艇金子交代です。金子大きく交代しました。最後方まで下がっています。先頭争いは4号艇柳沢、6号艇これさ接戦、3番ター2号艇高倉が優勢か、第2ターマーク4号艇柳沢先制ターン、6号艇これさ切り込んでくるんですが2番手、3番手から2号艇高倉が続く、上位は4番6番2番です。なお2周1マークでアクシデントありました。このレース1号艇金子はアクシデント。1番2番3番ダッシュは4番5番6番です。スタートしました。スロー勢好スタートですがかなり踏み込んだスタートもあります。1マーク1号艇丹下が先制ですが、どうやらスタート問題があるか、ただいまスタート判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。逃げる1号艇丹下が先頭ですが、スタート問題があったようです。ここでファンの皆様にお知らせをいたします。このレース3号艇岡雄心はフライングです。従いまして11レース3番に関係ある投票券すべてが返還です。お手持ちの投票券は確定まで大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。3号艇の尾上好スタート、1号艇佐口もいいスタートを切っています。インから逃げの体勢、1号艇の佐口、マクリ、ザスカ、3号艇尾上、内からは2号艇に行った、4号艇の金子が続いていきます。先頭争い1号艇の佐口に並んでいる2号艇の新田、3番手は3号艇尾上、4号艇金子内、その後ろ外に5号艇の伊藤、内からは6号艇中島、スタートは正常です。一周2マークへ向かって2号艇の新田が先頭、1号艇の佐口が差し返しを狙ったがちょっと振り込んだ、外3号艇の尾上、2号艇の新田はこの間にリードを広げています。なお4
4号艇の金子にアクシデントでしょうか。4号艇金子にアクシデントがあります。先頭は2号艇の新田、2番手は3号艇の尾上です。お知らせいたします。6号艇中島渡る妨害失格です。6号艇中島渡る妨害失格となっています。現在の上位体系は2番3番1番、なお6号艇中島は妨害失格です。お知らせいたします。4号艇金子和幸は転覆のため失格です。4号艇金子和幸転覆のため失格。1番、2番、6番、3番、5番、4番の5対1で進入。1秒、今スタートしていきました。好スタートはインコースから1号艇の木下、そして2号艇、そして6号艇、3号艇、この辺りが出ていって逃げる1号艇の木下、握っていって6号艇、内から2号艇、3号艇、あと4番、5番と回って、さあバックスイッチャー陰線からブロックして踏ん張って1号艇の木下翔太、先頭に出てまいりました。わずかでまくっていって6号艇の市部柳、後ろに3号艇のノーズレーで、あとは2番、4番、5番となっています。なおスタートは正常でした。第2ターンマーク、まずトップで回って1号艇で木下翔太、追っつけてくる3号艇、外を握った6号艇ですが、先頭1号艇、2番手争いは6号艇2位を、そしてわずかに3番手は3号艇の163となっていまして、レーサー2周目となります。先頭踏ん張った1号艇人気の木下、さあ2番手6号艇の内から3号艇のノズで上がってきて、ここで3番6番2番手争いです。2周目第1ターンマークは6号艇が抑えて回って、懐を小回りで3号艇、さらに懐2号艇も攻めていきますが、内からわずかに3号艇後方でアクシデント、3番手に6号艇で現在上位が136になってまいりました。なお2号艇の山口亮が失格となっています。1番、2番、3番、4番、6番、5番、まもなくスタート。2秒前、1秒前、今スタートしていきました。さあスリットはわずかに外枠勢の4号艇、6号艇、5号艇ですが、内側の理解して1マーク、逃げる1号艇をまくっていった3号艇、4号艇、やり合った懐を2号艇、5号艇、左右内6号艇、バックスレッチャー陰線からの1号艇の塩田北斗、人気の中心陰速攻、2番テラスや左右内から6号艇の湯川浩二上がってくる、わずかに5号艇、4号艇、外枠勢固まって、あとは2号艇、3号艇、接戦状態、なおスタートは正常でした。ナインタンマーク、トップで1号艇の塩田、2番テラス4号艇を行かせて、さあ仕返して6号艇、さらに懐5号艇バウンドしまして、2番手はさばいて6号艇で後方では接触がありました。さあアクシデントがあって、現在1号艇、6号艇、4号艇となっています。第12レースは5号艇の中村健が失格となっています。1番、2番、3番、ダッシュ4番、5番、6番です。スタートしました。3号艇の中山、そして1号艇の中山ですが、3号艇の中山のタイミングが際どくなっていません。ただ今のスタートは判定中です。3号艇の中山、ただ今スタートは判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。一周2マークへ向かっていきます。1号艇中島が先頭です。2号艇の山本、一周2マークからスタンド前、ここでお知らせいたします。3号艇の中山はフライング変換欠場です。3号艇中山に関する投票券はすべて変換払い戻し、お手持ちの投票券大切にお持ちください。1番、2番、3番、ダッシュ4番、5番、6番です。スタートしました。5、6コースが好タイミング、5号艇吉永、6コース、6号艇大沢となっています。1マークです。しかし先手はインから1号艇宮地、2号艇松下が差してくる、その内側からは3号艇、4号艇差し込んでバックスレッチャーであります。先頭ですが、ここは3号艇安コーチが優勢、外から判定審査、2番手に1号艇宮地、3番手ですが3艇ほぼ横並びも、左右内6号艇大沢が若干優勢、スタートは正常です。一周にマーク、その6号艇大沢が内側から接近、2位テイク3号艇安コーチに1号艇宮地、ホームに帰って先頭リードを取ったのは3号艇安コーチ、そして2番手は6号艇大沢が逆転、3番手に1号艇宮地となっています。上位体系は3番、6番、1番の体制でレースは2周目に入っています。先頭は3号艇安コーチ、2番手思い切る1号艇ですがバランス崩れた、2番手6号艇大沢、そして3番手4号艇長谷川となっています。後方一手アクシデントとなっています。
レースはこれより2周にマークへと移ります。お知らせいたします。1号艇宮地博士転覆失格、1号艇宮地は転覆失格となっています。1番2番3番6番ダッシュ4番5番です。スタートしました。確定1周1マークへと向かっていきます。現在スタート判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。現在スタート判定中、お手持ちの投票券大切にお持ちください。現在スタート判定中となっています。お知らせいたします。4号艇砂永智樹、6号艇花田和明フライング変換決勝、4番6番に関する投票権はすべて返還となります。お手持ちの投票権は大切にお持ちください。ダイキック1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1号艇の亀本スタート遅れてしまいまして、スタートしてから5号艇も出てきますが、少し4号艇に止められていく。その間に伸び返す1号艇が先前し、サスのハンドルは2号艇3号艇4号艇バランスを崩してしまいました。最内から5号艇でバック側に入っています。さあ一定アクセント発生、スタートは正常で、先頭は2号艇の小林亮太、その後ろに5番と1番が並んでつけています。なおスタートは正常でした。2マークトップで2号艇、競り合いは5号艇が先に回って V がついてきた1号艇でホーム側に帰ってきています。お知らせいたします。4号艇の原田ですが、1の1マークでアクセント、失格となってしまいました。1番2番3番4番5番6番です。スタートしてきました。1号艇木村がいい踏み込み、トップスタート好スタートを決めています。さあ1号艇木村が先に回る、3号艇佐藤をまぐって、さあして2番4番、後から6番5番も、さあ2号艇東口の差しもぐーっと伸びて、一気に1号艇木村を捕まえに行きます。2号艇東口の差し、1号艇木村よりかは明らかに回っての押しがあった。2号艇東口捉えて、スタートは前提正常でした。2号艇東口がトップ、2番手1号艇木村に対して4番6番それぞれ接近、際どい2番手の攻め、わずかに外から1号艇木村優勢、直線抑え込みに行きます。1号艇の木村なんとか2番手キープ、2周目4番6番3番手争いで後方3番5番です。2号艇の東口トップ、2番手1号艇木村、今度は3番手内から3号艇佐藤やってきますが、4号艇前出がかわして上位3手214、さあ4号艇前出が1号艇木村にかなり接近、さらに内6号艇松下控えて、この辺り2番手3番手大激戦で2周2マークへ向かいます。今度は内から6号艇松下が2番手先取る構え、1号艇木村バランスを崩してアクシデント、1号艇木村はアクシデントです。バランスを崩して1号艇木村アクシデント、264となってレースは最終周回です。1号艇木村は転覆失格です。1号艇木村は転覆失格。1番2番3番4番5番6番スタートしました。4号艇の大場がトップタイミングとなっています。2コース若干へこんで出ていくのは1番3番4番1番区逃げる1号艇の相原、さす2号艇川上、その後ろではスプラッシュ、ちょっと危ないシーンになっています。スタートは前提正常でした。先頭は1号艇の相原です。2番手は2号艇川上対4号艇の大場、その後ろ5番6番が続いています。なお1マーク付近で3番が転覆のため失格、3番山田は転覆のため失格となっています。